どうも、シャルルです。ジェッツリーグ第34節、アスパクサス群馬でビファーレン長崎戦のプレビューじゃねえや、レビっぽいやつやっていきたいと思います。お願いします。はい。まあ、12、11、13ぶりぐらいの敗戦ってことで、まあ、久しぶりだ、この感じは、って感じで。まあ、言うてそんな勝ってたわけじゃないからなーって感じはするけど、まあ、懐かしい感じはしましたね。まあ、やっぱり九州とか長崎は、あんま戦いたくないなと思いました。勝てないんだもん。勝てないんだもんってことで、はい、レビポヤスやっていきたいと思います。お願いします。はい。お互いのスタメン、フォーメーションになりますね。はい。まあ、特にお互いそんな大きく変わりはなくって感じかな。連戦とかでもないしね。こっちはまた連戦始まるけど、まあ、そんな大きく変更はなくっていう感じで始まっていきました。はい。まあ、試合結果2-1、前半から、まあ、長崎が攻めてたって感じで、まあ、主導権握ってた中で、まあ、なかなか決定機も少なかったよな。決定機なんか打ってた人全部外してたもんな、枠外にな。まあ、いろいろ助かった部分もありながら、まあ、長崎の攻撃力は、まあ、存在感はあったかなと思いながらも、まあ、怖さは前半は少なかったかなって感じがしますね。まあ、でもこれを続けられてるようなら、まあ、いつか決まるでしょうって感じの展開でしたけど、まあ、後半の頭で、まあ、セットプレー、まあ、コーナーキック風間から誰だったか忘れたけど、それが佐藤につながって、まあ、佐藤が、まあ、まあ、決めたって感じで、まあ、オフサイドに関しては奥に1人残ってたんで、まあ、ないでしょうって感じで、はい。まあ、そんな中で、後半の中盤かな、飲水タイムの手前ぐらい、わかんない、飲水タイムの後、どこだっけ、まあ、不安もに、こっちもセットプレーだったかな、セットプレーじゃない、スローインから、あれか、セットプレーだよ、多分セットプレー、はい。で、中に一気に狙って、まあ、一番お外にいた不安もが強烈なボレーシュートみたいな感じで、まあ、さすがだなって感じで、まあ、得点力とか得点の嗅覚に関してはさすがだなと思いました。まあ、ここまでは良かったんだけどな、まあ、まあ、そりゃ、ちょっとマークの付き方の問題、まあ、長崎が一枚上手だったって感じもありますけど、防げた失点だったと思います。まあ、後半のまたで終盤に、ああ、そうだね、ちょっと言っとこうか。後半の頭、点取ってからこっちの流れだったんですけど、まあ、点を取られたりして、まあ、長崎が選手交代を行ってからは、まあ、長崎の完全にペースで、まあ、なんとか耐えてたってとこですけど、後半の終盤に、クロスからバイシクルって感じで、うん、まあ、よく決めましたね、あれね。まあ、決めた方がお見事ですわって感じ。戻りが遅いのがちょっと気になったぐらいで。はい。まあ、そんな感じかな。どうだろうかな。まあ、バイシクルに関しては、まあ、相手褒めるべきでしょう。ベストゴールでもいいんじゃない、今季。うまくピンポイントだったような気がするし、クッシーよく触ったな、反応したなって感じもしました。はい。まあ、1点目をどうにかするべきだったかなって感じです。うん。2失点目はしょうがない。超ポジティブに考えるなら、あんぐらいやんないと力点取れないって考え方でいいと思います。はい。ってことで、まあ、ゴール期待値、まあ、まあ、言ったように、本当に長崎が頭から攻めてたって感じで、まあ、後半の頭、点取ってからちょっとこっちが跳ね上がりましたけど、まあ、それっきりって感じで。あと、あれか、2失点目した後もちょっとこっちの時間はあったけどって感じで、まあ、ちょっとゴールキーパーの正面だったかなって感じはしますか。はい。で、長潮のスタッツと、たけちゃんの、うん、まあ、だいぶヒートマップ、長潮がこんなに前に、こういまあ、前にいることはあんまないので、結構、ハーフラインより後ろにちょっと固まってることが多いので、まあ、こういうことに関しては、まあ、うまく攻めれて、町田よりかは攻めれたかなって気はします。はい。まあ、で、滝ちゃんはほとんど出番ない中で、まあ、久しぶりにスタメンって中で、まあ、試合時間も少なかったですけど、その中でシュート2本も打ったってところで、まあ、うちに関してはいい情報かなって感じです。前半は本当にシュート出ないので、まあ、その辺に関しては。本当に良かったと思います。はい。まあ、総括。まあ、長崎強かった。後半の立ち上がりに時間があった分がそのぐらい。まあ、その他長崎が上回ってたとかって感じで。まあ、おじきさんの言葉通りかな。長崎おめでとうございますって感じで。あとは、カリーレさんも言ってたけど、まあ、7、8割方本当に長崎で。まあ、あれで勝てないんじゃまた叩かれるんじゃないかなって感じの内容だったかなって気がします。はい。まあ、一戦負けで何かが終わったわけではないですけど、自分たちの色がほとんど出せてなかったのは事実なので、まあ、まあ、負けて気にするなってことはないと思います、本当に。自分たちの色を出せて、それが単純に長崎が上回ってたなら、まあ、長崎が強かったっていう感じで、まあ、やってることは間違ってないって言えますけど、まあ、そんなこともないと思うので、自分たちのやりたいことはほとんどできてなかったと思うので、まあ、その辺は今日どうすべきかって感じで、
考えていかないとかなって感じです。はい、まあまだ目標何も達成してないので、まあ安心せず1位としても優先だし、まあ勝ち点50に関しては本当にあと勝ち点2ですけど、まあその辺に関しては安心せずにってことで、はい、まあ頑張ってほしいですね。まあプレフもまあちょっと一歩遅れた感じありますけど、まあ2試合まだ未消化あるんで、まあそこ終わってみないとちょっと何も言えないかなって感じです。最後に千葉、大分、山形とか、山形、千葉、大分か、順番的には。まあ、その辺の試合もあるので、まだ全然チャンスはあると思うので、まあ、目指すところは高く、まあ、全然目標より上なんかいいと思いますんで、まあ、そこはやってほしいかなって感じはします。はい。ってことで、こんな感じです。おつらいっす。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。長崎は本当に強かった。ちょっと長崎も逆に抜けたよね、長崎はね。はい。うん。まあ、そんな感じかな。ってことで、またよかったらチャンネル登録、高評価お願いします。キャノン。